当中夏草は、死脳菌類のキノコの一種で、途中の昆虫類に寄生した菌糸から地上に、小実体を作る。中医学、漢方の木薬や薬膳料理、中華料理などの素材として用いられる。講義には、ニーニーゼミの幼虫に寄生するセミタケ、ガの幼虫類に寄生するサナギタケなどを幅広く刺し、競技では、チベット島に生息するオオコウモリガの幼虫に、 寄生して発生するオフヨコルディセプスシネンシスの実を指す要例がある。別名を中華虫草とも言う。頭中仮想の名称はチベットで古くにこの菌が冬は虫の姿で過ごし夏になると草になると考えたことから名付けられた。チベット文字での故障を漢語に直訳したものが頭中仮想である。またジャングルにも多くの種が分布しておりその数は1000を超える。 それぞれが、アリ、ガなどの昆虫に寄生する。セミタケ、アリタケ、オサムシタケ等が有名である。2017年7月、宇都宮市で当中夏草の新種が発見され、日本金学会発行の国際学術誌、マイコサイエンスに発表し、和名を、クサイロコメツキムシタケと命名された。2017年からの調査では、栃木県内には、 報告例のなかった種が30から40種見つかったという。中国では、チベットなどが、原産のオオコウモリガの幼虫に寄生する天然の、アフヨコウリセプス四年室の実を、頭虫仮想と呼び、その他の虫に寄生する、キノコ類を、虫草と称する養蜂が行われている。チベット高原やヒマラヤ地方の海抜3000メートルから4000メートルの鉱山地帯で、 草原の地中にトンネルを掘って暮らす大型のコウモリ画家の画であるヒパイオレスアームリーテニスオベサーの幼虫に寄生する。チベット、青海ン四川ウを中心に、雲乱章、甘粛ウショウなどでよく見られ、夏に採取されている。この種のガは夏に地面に散乱し、約1ヶ月で孵化して、土に潜り込むが、この時に、当中家相続の真菌に感染すると、 幼虫の体内で菌がゆっくり成長する。幼虫は約4年で成虫となるが、幼虫の中で徐々に増えた菌は、春になると幼虫の養分を利用して菌子が成長を始め、夏に地面から生える。地中部は幼虫の外観を保っており、頭虫仮草の姿となる。頭虫夏草の乾燥品中国では、頭虫夏草の個実体を金格化した縮主をつけた。 まま採集して乾燥し、漢方の生薬もしくは中華料理の薬膳食材として陳調してきた。高値で取引される、当中夏草の採取は、ろくに経済基盤を持たず高原で生活する底辺のチベット人にとって貴重な経済的収入源の一つとなっている。一方で、高値で取引されるため、別の種類の虫草を偽って販売することや、 型の似た植物や石膏で作った偽物を販売して、問題となる事例もたびたび発生しているという。また、販売の際は、グラム単位で値が付けられているため、最近では、金属鋼を塗ったり液体を注入し重量をかさ、増しする行為が横行している。古来より、中国では、金が蝉の幼虫に寄生して生じた、千花が、小児の夜泣きなどに使用されていた。 頭中仮想エキスは生体全組織における ATP の効率的な生産を可能にし生体全機能の向上改善に寄与すると考えられている。毒性作用は認められていない。頭中仮想菌類から免疫抑制物質が発見されそれを元にした創薬が期待されている。頭中夏草の摂取によって陸上競技団市中長距離選手の 身体的コンディションに好影響を与えることが示唆された。日本では、王国森川、自然界には生息せず、シノウキンモンカクキンコウボタンタ竹目、バッカクキンカノの竹として、刀中仮想属があり、この属に属する、キノコ類の総称として広く刀中夏草と呼ぶ、養蜂が行われている。日本の漢方界では、刀中仮想の故障を中国に習い、 王モ森が2寄生する王子念室のみに限定する用法とともに、幅広く、当中家相続の菌や、スチルベラ科などの菌も含む、昆虫や菌に寄生して発生する、バカク菌類の総称としても用いる用法が行われている。対して、日本の金額分野では、当中夏草の故障を総称として用いる傾向にあり、王子念室は、 シネンシス島中火想という和名で呼ぶことが多い。日本の漢方系製薬会社が、大シネンシスの人工栽培に成功し、熊本県天草市他で生産されているほか、大シネンシス以外の人工栽培を行っている企業もある。四川料理における利用では、下ごしらえをした昼の腹に、湯で戻した乾燥島中夏草を詰め、ネギ、生姜、昇降酒など加えて、 じっくり煮るスープ、蒸し草やアツが最も著名である。他にも、すっぽん、アワビ、び、お牛の生食器などと煮込む料理も供されている。東中夏草はこれらの料理としてじっくりと煮戻しても、あまり柔らかくならず、味らしい味も感じにくい。東中夏草を食材とする文化は、本場中国だけにとどまらず、中国周辺の地域にも伝播している。例えば、朝鮮半島では、 カメや、トウチュ中なつくなどを用いた、八景湯という料理が存在する。他に、生薬として、剣肺、競争効果、抗がん効果があるとも言われ、薬種を作る材料として、また、健康食品としてのエキスを抽出するのにも、利用される。当園梅、京並美、極運から、フッシュン人コーチが指導した馬軍団所属の、陸上競技選手は、刀中仮想エキスを摂取して、 好成績を残したとも言われる。青海小産の糖中なつくさを分析した例では、炭水化物二十八点九パーセント、脂肪八点四パーセント、タンパク質二十五パーセントで、脂肪のうち八十二二点パーセントが、不法は脂肪酸であった。特徴的な成分として、虫草酸の別名を持つ D マンニトールを約七パーセント含むほか、コレジセピンを含み、エルゴステロール、 コレステロール、多糖類、ビタミン B12 なども含んでいる。講義競議・講義。ありがとうございます。